え？相手に見つかりそうになったらすぐ視線移動で木の裏に隠れよう。何を言ってるんだい？え？え？この辺りにいたらしいですけど誰もいませんね、ボス。え？慌てなくてもいい。夜明けまでに何かしらの動きを見せるはずだ。え？誰か、そこにいるのか？にゃーん、そうですかね。いや、それにしても七不思議が。七不思議の話してる。あれ？今なんか後ろで物音しませんでした？にゃーん。カサカサ。あー、いや、大丈夫です。俺の気のせいでした。にゃーん。あ、ちょっと。ちら？はぁ、はぁ。でもあんな道具で呪い殺すだなんて本当にそんなことができるんですかね？分け知りだな。あれ？やっぱ後ろが気になるんでちょっと見てきます。起きえ！猫になれ！にゃーん。え？ちょっと見てきます？やっぱ何もないか。ここの鍵にビビってるんですかね、俺。あはは。何も、わあやると思った。おっと、ごめんなさいね、そこの彼。ちょっと話聞かせてもらえます？この視線移動は絶対このパターンやると思った。騙された！やっぱし。いつかは来ると思った。そうか、あんたら警察か。はそう見えないってよく言われます。驚かしたらごめんなさい。いい、前髪だね。シースルーバングじゃなくて。大丈夫だと思うけど、職業から話は聞いておかないといけないんでね。なんで大丈夫だと思うの？大きい絵のこと。こんな目がバチバチに決まってる若者ほっておいていいの？あ、本職は、本庁刑事課の、え？本職は？ん？本庁刑事課の、エリオ・ジュンです。エリオ。え？まあ、エリオって呼んでね。で、こっちの、おっかない顔のおじさんが、上官の堤哲夫警部。なんかマジックできそうな感じですね。顔はおっかないですけど、こう見えてご当地物のお菓子には目がなくて。うわ、萩の月も好きなんですか。エリオ、余計なこと言うんじゃねえ。鉄夫さん。堤さんかな。堤哲夫、沖江翔吾が緑町公園で遭遇した刑事の渋い方。こっちは爽やかな方。爽やかだなぁ。エリオだもんね。エリオって名字いいなぁ、なんか。外人っぽく聞こえる名字いいなぁ。刑事か。まずいな。禁止堀公園の遺体の件での捜査じゃないよなぁ。いや、さすがにまだ大丈夫だろう。それに呪いが刑事的な証拠になるわけがない。自分でも意外なほど落ち着いてる。慌てずに冷静に対応していこう。ここで、あ、やべ、堤さんに話しかけちゃった。いかにもベテラン警部らしい凄みを感じさせる。しかしさっきの探偵といい、この刑事といい、どうしてこんな日にそういうのばかり？なんでみんな日付の目処というか。日付、この日に復活するぞ。呪霊が、七不思議がってみんなわかってんの。刑事というとこわもてなイメージがあるけど、また随分と爽やかなタイプもいるもんだな。若手だな。お隣警部だな。ポジ的に。え？中じゃん。じゃあまずは住所、氏名や身元を証明できるものがあったら見せてもらえます。持ってる大きい絵。大丈夫だ。ここはおとなしく従った方がいいだろう。おっとって、ジュソ玉落っことさないでよ。へえ、飛白石鹸さんに勤めてるの？最近すごく景気良さそうじゃないですか。そうなの？いやー、俺は別に新米の平社員なんで。飛白さんの新しいトリートメントすごく馴染んでいい感じなんですよね。俺も愛用してますよ。あー、まあそっか、石鹸ばっかり売ってるわけじゃないだろうな。ありがとうございます。資生堂みたいな感じ。エリオ、お前トリートメントなんて使ってんのか。何？二人はできてる？ボス、今時は男性もそれくらいしないとダメなんですよ。ですよね、沖江さん。あ、そうですね。今は男性用化粧品なんかもありますから。そうなのかよ。なんて時代だ。ごめんなさいね。ボスは全身を一つの石鹸で洗うのがかっこいいと思ってる野生児なんで。牛乳石鹸ね。赤箱ね。思ってねえよ。別にどうでもいいってだけだ。
いえ、全身用に使える石鹸もありますよ。やっぱりそういう需要もありますんで。レモン石鹸だ。ほう、ほれ見ろ、エリオ。そういうのだよ。そういうのをもっと出せよ。めちゃくちゃ食いついてるじゃないですか。なんか顎ぐちゃぐちゃになってるよ、エリオ。二人は顔芸ができるね。それで、おきえさんはここで何をしてたんですか？実は、七不思議の探索をしていて、あ、言っちゃっていいの？さっき、この二人七不思議の話してたよ。ちょっとほら、笑わなくなっちゃったじゃん。あ、刑事さんは本所七不思議ってご存知ですか？ええ、知ってますよ。本所七不思議。今ちょうど我々もそんな話をしてまして。知り合いの女の子がそういうの好きで、話を聞いてるうちに興味を持ったんです。なるほど。確かにここにも伝わってますしね。緑町公園の不思議は、いやー、ここは別に、津軽の太鼓だ。ああ、そうだそうだ。津軽の太鼓。この辺一体津軽家の武家屋敷だったんですよね。それでこんな時間に街を徘徊してたってわけか。その口、いいよな。うん。顎ぐちゃぐちゃですよ。あ、何か収穫はあったか？ええー。いえ、さすがに何も、こっちも話の種になるかなって程度なので。なるほどね。事情はわかりました。わかってもらえましたか。お話ありがとうございました。では夜も遅いんで早めに帰ってくださいね。さすがに、いやでも別に殺さなくても。二人組だしな。二人組だったら、貸り主の可能性低いかな。帰っていいですか？まずはこいつらが貸り主かどうかを探らないといけないな。二人いる場合どっちかだけの可能性がある。もう片方はそれを把握しているのか。さっきの会話で呪いがどうとか言っていたような気がする。今、この場で呪いなんて発言があったなら貸り主と関係している可能性は十分高い。ただいずれにせよやるなら一緒だ。刑事を一人残すのはリスクが高い。同時に立ち去れば同時に二人に呪詛を使えるのかは未知数だが。でも立ち去る人だよね。話だったらこいつに任せてる。俺からは特にね。ねえんすか、つつみさん。喋りましょうよ。あれ？どうかしました？もう行ってもいいですよ。え？大きい。どうしよう。向こう、どうしよう、二人のうち一人が、いきなり太鼓太鼓を叩き始めるという可能性あんの？刑事さんたちにうざがらみしてみようかな。いえ、本庁の刑事さんが来てるってことは、ここで何か大きな事件でもあったんですか？あはは、まあ刑事課の刑事なんてそりゃ何かしら事件は関係してますけど、大丈夫です。市民の皆さんに危険はありませんから。そうかな？我々はまだ確認したいことがあるので、もうしばらくここに残りますが、ご心配なく。しばらく残るか。これはダメだな。心が潮時だろう。ああ、そうですね。それじゃあ俺は失礼します。はい、お気をつけて。ちょっと待てって言われる前に早く早く。まあまた後で来ます。駒形高校。駒形高校正門前。今ここに現在進行形で通ってる生徒さんもいらっしゃるんですか？駒形高校の前に来た。なんかいる？空に。何か。急にドーンって来られたら怖いな。深夜に高校の前で立ち止まってるなんて怪しいぜ。ここには、キャー！人！え？うわ、なんだ？いったー。あ、女学生だ、女学生だ。あー、ごめんなさい。大丈夫ですか？女学生だ。大丈夫だよ。あー、大丈夫だけど、君今そこの校門乗り越えてきた？なことしていいの？セコムが、アルソックが。なあ。どうしたの？こんな時間に学校で何を？あ、ごめんなさい。私急いでるんでここで失礼します。
いいよ。あ、ま。え、あれ？え、押してないよ。え？押してないよ、キエ、私。あー、これ、呪詛？影をな、何？ちょ、キエ。お前、なんで勝手に押したんだよ。そんな、あ、ミオちゃんごめん。ちょっと、おきえ、お前勝手に押すなよ。これ私が押さなくても、あ、なんかありそう。おきえ、おい、え、なんだって、はあ、はあ、お前。大きい、私が押さなくてもお前自身の手でやるのかよ。殺した、よかった、かしり主だった。よし、いける、この調子だ。あ、でもそっか、ちょっと多めだった、確かに。あとどのくらいあれば、一人か二人か。え、でも 36？ 大きい、お前。午前3時台。なんかあれだな、もう一回繰り返すとかなのかな。絶対あの子なんかあるもんね。よし、次だ。乗ってきたな、大きい。まず、両国橋の手前あたり。ここが片刃の足で。ふんふん。そして、隅田川沿いにある旧安田庭園が落ち葉なき C か。ついに隅田川まで来たな。どっちにしようかな。じゃあ、庭園見に行くか。旧安田庭園。へえ。こんな場所があるんだね。旧安田庭園内。何やら最近ここで事件があったようで入り口が封鎖されていたが。あれ？ていうかここ敵視できそうだな。あれ？敵視できそう。この時間は特に見張りもなく侵入は容易だった。が！か？お！あら、どうするのか決心ついた。ちょ、今何も考えてないんです。ないんです。あなたの、え？あ？大事な大事な。あ？唇に吸い込まれる！え？呪詛玉。キャー！エッチ！なんで持ってるってわかるんですか？そう。さっきこの庭園に侵入した際、敷地内にいたこの女性に背後から声をかけられた。取引を見るのに夢中になっていた俺は、その背後の存在に気づかなかった。なんだこの、幸薄そうな。お待ちしてました。私、呪詛玉を持っています。待たれてた。突然の宣言に俺が返す言葉を失っていると女性はこう続けた。そして今すぐにでもあなたを呪い殺せる状態にあります。ちょ、強い！強すぎる！あなたの呪詛玉を渡してください。そうすれば命までは取りません。ひとまずその場は考えさせてくれとだけ絞り出すように答え。告白か？考えさせてくれ、ちょっと庭園見させてくれ。そして今に至る。さて。ちょっと、庭園見ていいですか？見たい。立派な庭園が広がっている。閉園しているので、管理人や一般客の姿はない。敷地内には特徴的な形をした両国公会堂もあり、より日常とかけ離れた空間を感じる。空間を感じるなぁ。旧安田庭園。墨田区の管理する回遊式庭園で大きな神事池を中心に雪見灯籠の並ぶ散策路を歩けば、四季折々の花木の鑑賞や野鳥観察も堪能できる美しい日本庭園。江戸湾を埋め立てながら拡大していった江戸では海水を引き込むことで干満による景観の変化を楽しめる潮入りの池が各地に存在したが、旧安田庭園もその一つであった。当初は墨田川の水を引いていたものの洪水対策で不可能となり、現在は別の形で再現している。へえ。なるほどな。命の危機。ライター見ます。お名前教えてもらってもいいですか？でも、こっちは C の木だっけ？落ち葉なき C。
これは違うか。シイってどういう木だろう。シイタケ。シイタケが生えてくる。クソ、バレていたのか、俺の行動が。俺を呪い殺せる状態にあると言っていた。相手の条件をすでに踏んでいるようだ。ハッタリの可能性もあるが、一方的に俺の情報を持っているようだし、事実の可能性は高い。ディソダマは渡せない。ならばまずは握られている命を手放させる。呪いの条件を探る。とにかく、相手の興味ありそうな話題で引っ張って、情報を集めよう。この人の興味ありそうな話題って、なんだろう、カフェ巡り、いや、自社仏閣巡りか？てか持ち物さ、ちょっとジュス玉見ていい？あ、67% だ。あー、そっか。さっきの真っ暗闇の人と女子高生が 30% ぐらいずつだったか。シャンプーとか使ってらっしゃいます？あら、まだ決められないの。優柔不断な男。ことの次第ではジェソダマ渡してもいい。少し話を聞かせてもらってもいいか。ちょっと、いい流し目をするな。ええ、どうぞ。いいんだ。自己紹介しよう。話し合うためにはまずお互いをもう少し知っとこう。俺は大きい家。ダメ！やめておきましょう。どうして？だって、名前なんか知ってあなたに情が湧いたりしたら。あ、殺しにくくなってしまいますもの。そっか。ええ、そうでしょ？いや、別に弓岡とか全然情湧かなかった。7！ え？7、6、5。じゃあ、俺のジェソ玉奪ってどうするつもりなんだ？あなたのジェソ玉ね。てか、もう持ってんならいいじゃん。再婚がとっても溜まってますでしょ？なんでわかんの？すごーく殺したのでしょ？いや、三人ようこちゃんの分は入ってないか。そんなことまで知られてるのか？なんで？私も、手荒な真似は避けたいから。6。そう、この人タイムリミットある。考えるか。今ここに来た時から俺が満たしている条件ってなんだ？こうしている今も踏み続けていること。考えられるのは、例えば身につけているもの。今ここで俺が突然全裸になったら相手の呪詛を回避できるかもしれない。いいぞ、キエ。いや、ダメだ。一瞬で脱げるわけじゃない。おそらく脱いでる途中で殺される。面白すぎる。それに、完全に変態だ。あるいは、それ以外だと場所が条件になっているとか。いや、その可能性全然ある。ここの落ち葉なき死の呪いの条件がこの場所にいることだとしたら、ここにいる限りは条件を踏み続けていることになる。その場合ももう逃げられない。敷地から出る前に自走行使が可能だ。一度踏んでみればわかるかもしれないが、え？やり直せでもしない限り無理だ。やり直すか？じゃあ。あ、あれ？後ろも見れる。ぐるっと見れるわ。ちょっと後ろ向いてる間に何かっていうことはこの人なさそうかな。あ！見て！知らない女の人。星よ？星が輝いているわよ。女性。30代くらいの女性だ。いかにも格式高い家庭で育ったような品の良い佇まいがあるが、どことなく影があるように感じるのはこういう場所だからだろうか。ちょっとさ、そのワンピース、なぜか合ってないよな、この人に。なんだろう、袖口がちょっと幼く見える？えりー。なんか多分骨格ウェーブなのかな、この人は。もうちょっとちっちゃい襟の方がいいよね。ちょっと幼く見えるな、このワンピース。もっと大人っぽいワンピ着た方がいいと思うな。色もね、
暖色の方がちょっと合うんじゃないかしら。ピンクとか着てもいいと思うわ。じゃあ、蘇りの秘術についてちょっと聞こうかな。再婚が目的、再婚が目的ってことはあんたも蘇りの秘術を求めてるんだろう。再婚かな。比べるものでもないが、どんな事情か聞かせてもらってもいいか？え？あら！それって、あなたの事情よりも重ければ、譲ってくださるとでも？ああ、考えてもいい。だから話を。ダメ？嘘つき。え？ドキ。そんな生半可な覚悟じゃないでしょ。みんなそうかも。あなたも私も。ずーん、大きいは覚悟最初なかったんですけどね。なんか急に覚悟ができちゃって。ファイブ。どうしよう、どうしよう。ファイブ。あれ。じゃあこれなしで。タンマで。出なければ先にこちらの条件を満たすには、向こうが優位な立場でありながらこの場を立ち去るのは難しいか。やはり、呪詛を使わせるくらいしか思いつかない。やばい。呪いを受けてなお反撃できる機会なんてあるわけが。え？おきえ、一回しんどき？私後で何とかするから。な？やばい。何とかしとくから。ライター見ます？ライターとか見ます？まだかろうじてガスは残っている。ライターとか、タバコ吸います？お姉さん。他の貸し主の呪詛玉の再婚って合算できるのか？さあ。でも、試す価値はあるでしょ？ちょっと、いいアイシャドウ塗ってる。つまりあんたは。再婚は欲しいが自分の手を汚したくないから他人が貯めたものを奪おうってことか。え？汚い。ちょっと当たり。ちょっと当たりだって。ちょっと外れ。もういい女。おきえにはまだわかんねえか。手を汚したくないわけじゃない。これっきりで済ましたいだけ。いい女だな。これっきり、これっきり、これっきりですかね。急に歌い出したら面白いな、この人が。ほう。自己紹介もう一回。それじゃあ、こっちからあんたを名前を聞くのは、え、ってかこれ順番っていうか、最適解を出さないと、タイムリミットで殺されちゃうな。え。どうして？いや、なんと呼べばいいか、あ、最初に聞くべきでしたね。マダムでいいわ。マダム？ 30 代なのに？え？あ、はい、マダム。ボスだの。マダムだの。なーに？うわー、いい女。うー、やばいぞ。完全に相手のペースだ。はぁ、ドキドキする。スリー。やばい！どうしよう、キエ。使わせる。使わせるか。使わせるってなんだ？一通りもう一回聞くか。あれ？息子がね、あ、え。今、小学校6年生なの。あ。生きていれば、ああ、あ。最高学年になったら小さい1、2年生の面倒を僕が見るんだって。え、偉い。正義感と責任感の強い子だった。あ。いじめられてる子も放っておけなくて。すぐにかばうんだけど、喧嘩は点で弱くってね。よく泣いて帰ってきたんだけど。でもそれは助ける力がない自分のことが悔しかったのね。あ。将来は警察官になるんだって。わかったわかった。もういい。あら、もういいの？ああ、いいの、おきえ。そんな話をされたら、おきえ。こっちの覚悟が変わらないことが申し訳なくなる。
まあ、ふふ。だから言ったのに。ちゅー。もう使わせるしかないって言うけどな。全部自己紹介だったんじゃないこれ。チェックマークつかないしな。もうよしましょう。いや、まだだ。貸し主ってね。そういう関係じゃないから。は？わーん、いいや。いやー。終わりでした。譲れない。あ、これで最後か。ゼロ。ゼロですか。残念ね。ここまでってこと？ここまでってこと？はあ、さよなら。なにー、おきえ。おきえ。ぎゃー、熱い。火が熱い。焼け。ああ、そうか。あれか。あれを持っていたせいか。ああ。あいつ、そうか。あいつが俺をつけて。くそ。今更わかっても。できたー。こいつらできてやがったか。面白い。大きいでしょう、わしぼ。ちょっと、あんな兄さん、これひどいよ。最初にわかんないじゃん、こんなんじゃ。今回はこれでようやく条件がわかったので、よしとしましょうか。あんな兄さん、ご安心ください。夫人との会話からいくらでもやり直すことができますから。もう、勘弁してくださいよ。これ、なんか、別のことできないのか。ないか。さすがにね。戻ったら大将を忘れなく。ただし、お金家正吾はこのことには気づきようもないはずですから、あなた様が対応してくださいませ。え？だってこいつ勝手に押せも押すんですよ？周囲、立派な庭園が広がっているなぁ。くそ、バレていたのか、俺の行動が。あ。あ？これどっからだ？事実の可能性は高い。もうあれか。覚悟決まった？って言われてるところからか。めちゃめちゃ後ろ向いてるけど。100円ライターだ。捨てることができるようになってるけど。てか、なんで火を持ってたらダメなんだっけ？この人、ここにいるけど別に、C じゃないのか？落葉している、上陸時なので、火関係なさそうだよね。火の見やぐらが建てられた。でも、これはなんか、音が聞こえてきそうな気がするし、片刃の橋。送り表紙儀もなぁ。でも送り表紙儀？若林、浮いてけぼり。火を持ってんのが、ダメだったんだ。あし。火を持ってるって。あれ。お、もう戻れません。いきなり捨てたら怪しいだろうと思うけど、もう B ボタン押してもダメ。このライターを捨てる？どうして今そんな気になったんだ？いいから捨てる！ほい、よくわからんが、てい！100円ライターを投棄いたしました。あー、今あなた何したの？どうして？なぜ急にライターを手放したの？そうですよね。いやー、なんとなくそんな気になって、なんか持ってたらダメな気して。大丈夫？どうして？
どうしたんだ、あのうろたえようは。まさか、あのライターが条件だった？ラッキーをキーへ。え？なぜ？なぜ俺は？く、どうして？これまた、おきえが勝手に呪詛行使するかな？あ！あ！押さないでみよう。あ、ダメだ。おきえが勝手にやるわ。キャーが、よ、そんな、シュイチ。おきえ、私やってないかんね。あ、25%？ あれ、でもさ、これリヒタさん見てるんだよな、きっと。両国橋行くか。